はい、バニャ、どうも、トロです。先日、7月の予定に合わせて、カリムくんの新規 SSR が公開されましたね。もう眩しすぎて、バナーを見た瞬間、世界の時が止まりましたね。ということで今回は、そのカリムくんについて、というよりも、7章で今後実装される限定召喚のカードについての予想を語る雑談をお送りします。それではね、早速見ていきましょう。まずは、カリムのイラストについて。ジャスミンのドレスのエメラルドグリーンのような色と、杖から溢れ出す水の要素のインパクトが強すぎて、初見時は脳がバグりましたが、この元ネタは皆様お察しの通り、サルタン王でしょう。ターバンのルビーのような宝石と、水色の羽、あと衣装のこのフリフリしたところ、ちょっと名称詳しい人教えてください。これが縞模様になっていますが、それらがサルタンの衣装と合致します。杖の先端はジャスミンの憩いの場、サルタンの宮殿の庭園にあるクジャクの噴水。映画「アラジン」では王女は3日後に迫る誕生日までに王子と結婚しなければならないという法律を守るため、サルタン王は娘に結婚をせかしますが、それにうんざりしたジャスミンとこの噴水の前で口喧嘩をしていました。その時に、こんな王女なら私もうやめたいわ、と怒りをあらわに、噴水の水面を叩くシーンがありましたが、今回のこのイラストもそのシーンを連想させます。表情はカリムくんらしく笑顔なんですけどね。この衣装の名前は、カスル・サルタナート制服。カスルはアラビア語で、城、キャッスルの意味のようですね。サルタナートはおそらくサルタンに由来していて、力、権力、権利や国王などを意味すると思いますので、まんまサルタン王の宮殿を指していると思われます。アジーム家のインスパイア元はサルタン王であることや、カリムはナイトレーブンカレッジに入学するまでは勉強を家庭教師に教わり、学校に通っていなかった。逆に言えば、特別編入の入学許可証が届かなければ、カリムくんは高校も通うことはなかったことが伺えますので、この衣装はアジーム家のおうち衣装の可能性がありそうです。ですが、カードの名称に制服と入っていますので、ナイトレブンカレッジやロイヤルソード、ノーブルベルカレッジのような魔法士養成学校の可能性の方が高そうですね。フロイド式典服のパソストにて、ネッサの国に新しく魔法士の学校ができるという話があったので、その学校こそカスル・サルタナートかもしれませんね。カリム入学時点ではまだ開校していないので、時系列的に矛盾がありますが、夢の世界なので問題ないでしょう。以上がカリムの新衣装に関するお話でした。前回のチャプター8では、ポムの3人とも美しさ、見た目に関する夢を見ており、ビル様とネージュの関係のように白雪姫のオマージュもありましたので、チャプター9でもアラジンに基づいて欲望や自由に関する夢が描かれるかなと思います。一体どのような夢を見ているのか、その辺はチャプター9の前に別の動画や生放送で語り合いましょう。次は7章の限定衣装の規則性について考えてみます。チャプター9時点で実装されているのは、オルトのケルベロスギア、リリアちゃんのウダイショウの甲冑、セベクの常世の甲冑、ルークハントのサバナクロー領服、カリムくんのカスル・サルタナート制服。ここで注目すべきなのは、これらにちゃんとインスパイア元が存在しているということ。ケルベロスギアは映画ヘラクレスに登場するハデス様が飼っている冥界の番犬ケルベロス。リリアちゃんとセベクの甲冑は、眠れる森の美女に登場するマレフィセントの配下のグーン。ルークは白雪姫の狩人。タペストリーでヌグー構図は、狩人が白雪姫を逃がす有名なシーンのオマージュ。チャプター8で描かれたルークの夢も、ビルという大切な存在をロイヤルソードに逃がしていましたね。狩人は離れた木陰から白雪を覗いていましたが、2人の推しを離れたナイトレーブンカレッジで愛するという形でオマージュした可能性もあるかも。そしてカリムはアラジンのサルタン王。つまり7章の限定衣装に規則性があるとするならば、該当チャプターでメインに描かれる量のインスパイア元映画のキャラクター、かつベースモチーフのキャラクターが採用されているんじゃないでしょうか。オルトは少々特殊ですが、6章では本物のオルト、プラスヒューマノイドのオルト、プラスグリムで三つ首のケルベロスの役割を与えられましたし、ケルベロスの弟はオルトロスですが、オルトはその名を冠していますからね。他の子たちは改めての説明は不要でしょう。ツイステのキャラは複数のディズニーキャラの要素を継承していることが多いので、あくまでもベースモチーフの一人、設定が強く反映されているキャラの一人だとは思います。他にもオーバーブロット経験者は除外されていることが伺えます。また、オルトやルークは、オバブロ社を夢から覚ます役割が与えられていましたので、オバブロ社の理解者が7章の限定カードに選ばれる可能性が高そうです。つまり、オクタ編はリーチ兄弟、サバナ編はラギー、ハーツ編はトレイが限定カードに登場するかもしれません。トレイパイセンはトランプ兵、もしくはイカレ帽子やマッドハッター、ラギーはブチの入ったハイエナ衣装、もしかしたらスラムの穴の開いた服とかでね、表現するかもしれませんね。リーチ兄弟はフロットサム、ジェットサムの人魚姿ですかね。リーチ兄弟はどちらが実装されるかわかりませんが、双子なので同時実装の可能性もありますし、同じ運営が提供しているマギアレコードでは2人1組のカードが存在するらしいので、ツイステ初の2人1組の新カードが登場する可能性もあるかもしれません。オクタ最推しの方は覚悟しておきましょう。そしてこのルールにのっとるなら、おそらくマレウスとの最終決戦時にフィリップ王子からインスパイアされた衣装、夜明けの騎士の姿のシルバーも実装されるんじゃないかと思います。オーバーブロット組はオバブロカードの実装でしょう。7章チャプター8からは、オバブロ経験者たちが過去の過ちを受け入れ、オバブロを自身の力に変えるという展開が続いています。このオバブロとは闇の力であり、ヴィランズの姿を模していますが、本作はヴィランズをテーマに描いた作品ですので、オバブロ組にオバブロカードが与えられるのは自然の流れ。グレートセブンの姿を模した衣装だと、ビル様はすでにイベントで出しちゃっていますしね。ただ、マレウス最終決戦時に実装だと、オバブロマレウスの実装が厳しいと思いますので、8章や9章で戦うことになるであろう、ヒメラグリムの時かもしれません。あと5年後とかですかね。そうなると、残りのケイト先輩と1年生、エース、デュース、ジャック、エペルは8章マジフト大会編の限定カードになってきそうです。時期的に学園対抗マジフト大会が描かれることになりますが、マレウスは直前に魔法災害を起こしていますので、大会への出場は厳しくなりそうですし、連敗記録を止めるため、これまでに様々な困難を乗り越えてきた1年生たちに希望を託す、そんな気もします。以前考察させていただきましたが、8章は8つの数溶剤の憂鬱がテーマになる可能性があり、ヒーローとヴィランの対決や、妖精であるディアソムニアが助っ人役だと考えると、ピーターパンがインスパイア元になりそう。憂鬱といえばフック船長が浮かびますし、本編のインスパイア元映画は知名度、人気度が高いディズニー作品を持ってくるはずですからね。ツイステの物語的にも、7章までの各寮の話が終わり、いよいよオーバーブロットや黒い石、グリムや学園長などのツイステの核心、謎に迫っていき、クライマックスに突入していく可能性もありますので、ピーターパンはもってこいの作品でしょう。ピーターパンといえば、子供たちが海賊と戦いますので、1年生たちが活躍するという考察とも重なりますし、憂鬱といえば、ダウナーなケイト先輩。ダイヤモンドのスートはお金や財宝の意味がありますが、それもピーターパンと相性がいいでしょう。彼らはお宝を探していましたからね。8章でケイト先輩がオーバーブロットするかはさておき、重要な役回りになるかもしれません。はい、今回は以上です。カリムくんのカード実装で限定カードの規則性も見えてきたので、少しお話しさせていただきました。オバブロと7つの滞在関連の話や、その他もろもろ、毎回動画で細かく話すと尺がえぐいことになりますので、気になった方は僕の過去の動画をご視聴いただければと思います。今回の動画が参考になった、ツイステ大好きという方はグッドボタンも何卒お願いします。また今回の動画の感想や気づいたことなどもあれば、お気軽にコメント欄にお寄せください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またねー、バイバイ。